カットコピーは、オーストラリアメルボルン出身のバンド。2001年結成の4人組で、エレクトロポップ、シンセポップなどを演奏する。モジュラーレコーディングスの看板アーティストであり、バンドだけでなく DJ スタイルでもライブを行っている。ライブで演奏するバンド2001年、オーストラリアメルボルンにて活動を開始。はじめは、ダンホイットフォードのソロプロジェクトとしてスタートした。 その後オーストラリアの人気レーベルモジュラーレコーディングスと契約する。2004年4月、ファーストアルバム、ブライト・ライク・ネオン・ラブをリリース。2008年3月、セカンドアルバム、インゴースト・カラーズをリリース。地元オーストラリアのアルバムチャートで1位を記録する。音楽メディアから高い評価を受け、ピッチ・フォーク、ドラウンド・イン・サウンド、ポップ・マターズはこの年のベストアルバムランキングのトップ。 十二選んだ。2011年2月、サードアルバム、ゾネスコープをリリース。オーストラリアのアルバムチャートで3位を記録する。この作品を、ピッチフォークや、ステレオガムはこの年のベストアルバムのリストに加えた。2013年11月、ホースアルバム、フリー・ユア・マインドをリリース。現メンバー級、メンバーアルバム EP。ありがとうございます。